10粒ずつだっけ入れるんだけど、あ、パールの入浴剤いいよね、有名？有名なんだ。それめっちゃいい、めっちゃいい匂いだった。何の匂いって言われたら分からんけど、めっちゃいい匂いだった。あ、セリちゃん、母ちゃんのように肌白くなるといいね。それな、それな。お風呂上がってパックなん、おー、え、私も今日パックしたんですよ。なんかわかんないけど、すっごい今日カサカサしててパックしました、久しぶりに。おそろい、いつも夜はそんなパックとかしないんですけど、やっちゃった今日。あのさ、去年だったっけ、去年のさ、みんなにさ、あのバトフェスさんのさ、あのこんばんはこんばんは、バトフェスさんのあのいただいたカタログのもらったスチーマー使いながらパックした。こんばんは。パックしてから大肌が綺麗な、あー、バカ綺麗なのかな。季節の変わり目は、あ、星になっちゃった。季節の変わり目、確かにそうだよね。なんかなんなん、あれ、ただの水なのになんであんなにいいんですかね。ただの水ですよね、だってただの水がバーって出てくるだけなのに、なんでいいんだろうって思って。こんばんはこんばんは。お、明日誕生日なんですか。え、お祝いしましょう。明日、今日のがいい。こんばんは。特別な水じゃない、だって自分家の水を入れるんだよ。あの、自分家の水をスチーマーに入れるんだよ。それが出てくるだけ。こんばんはこんばんは。あ、ネイルはですね、結局こっちにしたんですけど、ちょっと待ってください。これダメです。あの、取れました取れましたね、はい、取れました。あの、取れたんですよ。だからまた後でやります。ほら、取れたっていうか、まあなんか半ば強引にちょっと取りました。なんでかっていうと、ちょっとだけペロってなってたのが気に食わなくて、もう完璧にしたかったので、ちょっとうがした自分で。そう、これこことここ取れたんだけど、なんかその土台だけ塗ってて、こっちは、え、どうですかこれ、こことここが今取れてて、ここはついてる。ここリボン、クマちゃん、ただのやつ、こっちクマちゃん、ハートみたいなやつ。え、それで今日帰りにまた100均に寄ったんですよどんだけこの人帰りに100均寄るんって思いました。 すいませんでした。今日も100均に寄ったんですけど、今日はその、あの、違うんで、違う100均に寄ったんですよ。歩いて帰ったんですよ。とぼとぼトホトホ？トホトホってなんか傷ついてる人みたいだな。トホトホ？トホトホってトホか、ただの、まあなんですかね。テクテク、それそれそれ、テク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 歩いて帰ったんですけど、そしたら違う薬品があって、シェリアさんがあって、で、そのマジで使えそうなシールをゲットしてきたんです。でも一個はもう持ってるやつなんだけどトホ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 って夕日を見ているかみたいこれはシリアさんですね。これまず、これはもうすでにもう持ってる、あ、光ってる、めちゃくちゃ。これはすでにもう持ってるシールなんですけど、なくなってたんで買いました。それで、え、1個めっちゃ可愛いシールあって買おうとしたんだけど、あまりにもなんかシールは可愛いんだけど大きすぎて爪に乗らないなって思って諦めたんです。めっちゃ可愛かったんですよ、それ。そう、めっちゃ可愛くて、こんばんは。そう、セリアさん可愛いよね。あとこれです。まあでも正直言うとこれも持ってたんですけど、もう一回買った、なくなってたから補充で。次、これはなんとブルーです。これの青バージョン。これずっと青いのが欲しかったんですよ。そしたらあったんですよ。え、あるって思って買っちゃった、いました、買っちゃいました。可愛くないですか？これ絶対爪に貼ったら可愛いと思うんですよね。だからこの取れてるとこにこの新しいのつけちゃおうかななんて思ってます
すいません、またネイルの話をして。シールね、シールっすね。ここにネイルシール集めてる、いっぱいいっぱい入ってる。そんなにないけど、これ全部100均。かわいいよね。これ爪に貼る用じゃないです。これは普通のシールなんですけど、私が勝手にあの爪用にしてます。ひこちゃん、こんばんは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 。そう、勝手に爪用にしてる。これただのシールです、爪用じゃないんですよ。遊びに来てありがとう、こんばん。え、わかる、100均ある時に買わないとね、なくなる時あるよね。めっちゃわかる。あれ、この前まであったのになくなってるって時めっちゃありますよ。そう、あ、確かにサンリオさんのシールとか貼ったらね、いいかも。爪痛まないの？え、ちょっと痛むのかな。でも今んとこまだ無事です。ずんちゃんにまたやってあげて。え、もう私でよければやります、いくらでもやります。そう、ある時に、売ってる時に買わないと。それそれ、100均とガチャガチャを見つけたらすぐ買わないとなく。あ、確かにガチャガチャもすぐなくなる。最近引っ越しでめっちゃ100均つく。あ、100均越し、100均越し100均引っ越し、引っ越しってめっちゃいいですよね。あ、間違えた、間違えた。100均ってめっちゃいいですよね。引っ越しに最適なグッズ。でも一人暮らし最初するってなったら100均は絶対いりますよ。サンリオ誰が好きなんやけ。サンリオは DD です。でも特にまあキャラクターとかで言うとキキララちゃんとかキティちゃんが好きですね。でもみんな好きだけど、100均じゃない、サンリオさんはみんな好きだけど、特に好きなのはキティちゃんとかキキララちゃん。でもマイメロとかも好きだし、みんな好き本当に。こんばんは。ハンギョドンだけはどうしても好きになれなかったけど、最近好きになった。そう、ガチャガチャ買い逃して後悔。あー、悲しいな、悲しい。ナーマンとカオリちゃんよく100均に買ってるイメージ。え、ナーミーも100均好きなの？そうなの？え、今度100均トークしたい。100均トークってなんだろう。本当に暇があれば100均に行っちゃうんですよ、私も大好き。そう、クロミちゃんと誕生日一緒。こんばんは。あ、ハロウィンの飾りめっちゃ売ってた。よかったね、反響丼だって。そうなの、だからなんか100均は本当に楽しい。100均巡り、この前、こじちゃん劇場、こんばんは。この前劇場で見たよ、ありがとう。立ち見の一番後ろ見えた、大丈夫だった、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ポチャッコ好き、ポチャッコ好きだよ。ポチャッコね、昔靴下履いてた。こんばんは、一緒に100均行こう、行こう。どこの行くとか言って、物によるかも。なんかどこ、何を買うときはここの100均が良くてってある。あ、シナモン大好き、シナモン好きだよ。100均ソムリエ、そう、いらないものも買っちゃう、わかる。これ絶対いらないなって思うんだけど、100円だからいっかって思って行っちゃうんだよね。うん、そうだよな。こんばんは、こんばんは。あ、便利グッズはどこがおすすめ？え、それに関してはどこもおすすめ。でも、うわ、見た目重視なんだったらセリアさんだけど、なんかいろんな種類見てから買いたいですって場合だったらダイソーさんの方が種類は多いかも。でもなんかセリアさんはちょっとおしゃれになってるっていうか。こんばんは。最初さ、岡山にシェリアが上陸した時覚えてて、なんかお母さんがシェリアって店ができたらしいみたいなんて、一緒に行ったのめっちゃ覚えてるんですよ。100均とも知らずに行ったんですよ。シェリアなんだそれみたいな、雑貨屋さん、雑貨屋さんらしいよみたいな、かおりちゃん行こう、行ってみようかとか言って一緒に行ったんですよ、昔。めっちゃ覚えてる。いつだっけあれ、めっちゃ前なんですけど、シェリアが上陸したの覚えて。あれ上陸したとかじゃなくて近所にできただけだったのかな。私たちは知らなかったんで、もう上陸したんだと思ってたんですけど、ただ私の近所にオープンしただけ。どっち、どっち。寒いよかおりん、大丈夫。こんばんは。ダイソーとかキャンドゥよりシェリアさんが教えて。あ、そうなんだよね。でもキャンドゥさんもね結構いいんだよね。難しいところだね。
明日の東京アイドルショー行きます。上手と下手どっちが見えますか？ちょっと待ってくださいね。今から考えます。じゃあ1曲ずつ言っていきますね。やばい、曲名言いそう、絶対ダメ。オープニングは上手です。オープニング上手、1曲目は上手ってことは確実で、これ何曲やるとかバレたらやばいのかな、わかんないからちょっとやめとこ。とりあえず最初の曲は、最初は上手で、最後は下手です。上手で終わって下手で終わるって感じです。でも待って、全体的に正直どっちも行くかも。どっちもまんべんなく行くし、うん、どっちも行く。どっちも行きます。真ん中らへんも行きます。全部行きます。斜めも行くし、多分走らないからどこでも OK。 確かに上も行くし。何騒ぎ天国するんですか。半分出とるがな。下にも行きますよ。あ、裏も行きますよとか言って、全部行きますとか言って、ワイヤーで宙吊りも行きますよ。たい焼きの話。違う、明日のフェス上手と下手どっちが多いって話。話にも聞こえる。うん、どこも行きますね。みんな言わせようとして。でも本当に結構どこでも行く気がする。抱きつくんですかね。それはどうなんですかね。こんばんは。トロッコはね絶対に乗りませんね。こんばんは。家まで来てくれ。家まで行っちゃいますか。ナイトしちゃう。ナイトどうですかね。どうですかね。モーニングかもしれませんね。穴掘るって何の曲だ。そんな曲あったっけ。こんばんは。みんながボケをかましてきよる。みんながボケを練り歩きあるから、あのコンサートじゃないんよ。家でしますか。それも分かんない、言えないですね。いつぶりのリップグロスかも分かりませんね、それはさすがに。こんばんは。お弁当作るかも、ちょっとそれはお楽しみで。言い訳もするか分かりませんね、しないかもしれない。言い訳は良くないんでね。はい、正直に行きましょう。花火上がるかな。え、それは上がってほしいよ、切実に上がってほしいよ。うち花火見てないもん今年。やばいやばい、みんなめちゃくちゃ予想してる。当たってる人もいるし外れてる人もいる。バズーカ撃ちますか。撃ちません。こんばんは。あ、ヤクルト1000スーパーで買って、そう、私今日ヤクルト1000買ったんですよ。え、人生で初めて、これはと思って買っちゃった。なんか一度でいいから飲んでみたかって、飲んだら普通のヤクルトの味やった。でも美味しかった。こんばんは。熟睡するんだっけあれ、それともいい夢見るんだっけ、どっちだっけ、どっちだっけな。どっちだっけ。おもろー、すごいね、かおりちゃんのファンってありがとう。え、ファン、あなたも私のファンですよね。とか言ってごめんなさいね、そんなこと言って、すいません。もうここ見てくれる人全員ファンの人ってことにさせてください。こんばんは。今初めて釣ってみた。かおりん優しいね。なになに、はーちゃん、はーちゃん、あ、今日はーちゃんに会ったんですよ。はーちゃんと会いました、一瞬。めちゃくちゃ久しぶりで、多分1381日まで、ありがとう。多分だけども、なんだっけ、あ、コンサートぶりです、はーちゃんに会ったのは。そう、すっごい久しぶりでした。緊張します。なんではーちゃんに会った緊張するの、先輩じゃないんだから。すいません、すいません。
こんばんは。本当一瞬でなんかもう立ち話、井戸端会議って感じだ。一瞬しか、まあ、一瞬といっても結構話したんですけど。そうそうそう。こんばんは。こんばんは。あ、そう、明日ぞ一緒にね、出たかったんだよね。せっかくならさ、せっかくなら一緒に出たかったなって思って。こんばんは。全員で出た。3人増えちゃダメですか。こんばんは。春香織、大丸今日行ってきたよ。お、嬉しい、ありがとう。今日さ、あ、明日で最後だっけ。26までだっけ、5までだっけ、今日までだっけ。今日が最後？え？今日で終わりだなんて寂しいってこと？寂しい。今日で終わりなんだ。そうなんだ。なんだこの顔。かおりちゃんのサイン取りました。ありがとう。うち字汚かったよな、あれよく見たら。ごめんなさいね、なんか急いでて。そう。こんばんは。クリスマスまであと2ヶ月。え、楽しみ。サンタさんだ。うれ、サンタさんなんて来ないんだった私。こんばんは。え、いずみちゃんソウルのイベントで1位だったみたい。すごい、いずみんおめでとう。すごい、本当にいずみん可愛い。会いたいねって言ってるんですよね。でもいずみん10月はイベントで忙しいから、11月とかね、会えたら会いたいなって思ってる。小さいサイン、そう、ちっちゃく書いちゃった。こんばんは。そうそうそう、すごいね。あのサインどうなるんだろう。あれ柱どうなってたっけな。あれごと取れるのか。あ、大丸でかおちゃんおすすめの方ホワイトチョコして嬉しい、ありがとう。こんばんは。いずみん懐かしいですよ、本当に懐かしい。もうずっと最後に会ったのいつだっけ。もうでも何年も遊んでない気がする。多分最後に遊んだのいつだっけ。好きです、ありがとう。いずみんのモノマネできるよ。自分そんなこと言っとらんよ。うん、難しい。いやかおりちゃんなんとかだよ。いや自分も、いや自分も思ったよ。でもね、うん、わかんない、似てるかわかんないけど、自分って言うんでしょ、いずみちゃんは自分のこと。それが特徴です。そう、自分っていうのが真似になります。真似するときは自分、そう、何々したんよって言うんよ。誕生日おめでとう、かおりちゃん一番だったし、やった、いずみの一番ゲットしちゃった。サイコパスじゃないよ。似てる？似てる？こんばんは。え、かおりちゃんと一緒に配信したいだった。え、嬉しい、やりたい。そっか、いずみも配信できるから、できるのか、顔出してるもんね。こんばんは。生誕祭行く、嬉しい。声枯れることある？あります。私めっちゃ声枯れるやすいです、この喋り方だからね。枯れた時どうしてる？もう時間の経過を待ってますね、基本的に。やっぱ時が解決してくれるから、喋らないようにして待ってます。そうか、なんか喉飴とか舐めたりとかします。こんばんは。こんばんは。漢方はあれは吐きます、本当にまずいです。方まずいですかった。こんばんは。めっちゃまずかったです、あれは。忘れられないよ。あんなのはもう忘れられないよ。マジでまずいです。もうまずすぎて体調不良になりそうだった。本当に無理なんですよ。そう、これ大丈夫、大丈夫、今は大丈夫だよ。漢方が飲めないなんてまだまだ子供だにゃ。そんなことある、そんなことない。そう、漢方、あー漢方ナンバー8。嫌いな食べ物漢方。そう、うちか嫌いな食べ物ないんですよ、意外と。今前はナスビが嫌いだった、カブとかナスビ嫌いだったけど、なんか漢方飲んでからなんか何でもいいなって思ってきた。何でも食べれちゃう、それ以外だったら。こんばんは。
タガメよりまずいです。タガメもだいぶまずかったし、タガメはまずいっていうかもう食感が超絶ゴキブリだった。ゴキブリ食べたことないんですけど、もうなんか虫のなんかこのあのさ、わかる、節、虫の節、わかる、なんかあの節って感じがもう歯で節をカムカムカムって感じで、マジでわかる、あの節の感じわかりますか、虫のなんかパキッとした感じ、それがもう節っとやばいんですよ。こんばんは。本当にやばい。納豆は好きです。なんかもう衝撃で泣きそうになりました。本当に好き嫌い多い、本当。でも大人の方だったらごめんね、大人になったら割と好き嫌いなくなるよ。そう分かりたくないよねそりゃ。日本人はまずい方が効くって思いが、あ、そうなんだ。あ、良薬口に逃がしだっけ。やだ、マジで不死だよ。あれはやだ。でも罰ゲームだったから食べたんやけど、え、でも意外とその時一緒に罰ゲームを受けたナーミンとキョンちゃんとユイリさんはさ、普通に口に運んでたので、え、はい、しかもナーミンとかさ、あ、うんみたいなそんなまずそうじゃなかった、すごかったあ、うんみたいな。キョンちゃんはと口に入れられなかったんやったっけな、よく覚えてないんやけど、マジでやばかった。声が震えました。どうですかって聞かれた時の声がめっちゃ震えました。こんばんは、こんばんは。やだ、歯がお姉さんがなこんばんは。本当にあれはやばいです。でも何でも食べれるよ、もう多分。テントウムシの素揚げ無理。いや、やめようかとは思ってないけど、思わなかったけど、ただ単にやばいなこれって思った。はじめまして。でも AKB の宿命っていうか、 AKB といえばゲテモノみたいなとこあるじゃないですか。だからそれができたのが嬉しかった。ビンゴでよく見てたんで、一回くらい経験してみたいんで、できて嬉しかった気もするけど、やばい、まずかった。あのあとなんか水を飲みました。もうあのあと、あの普通のペットボトルの水をマネージャーさんがくださって、それってそんなすぐ飲まないじゃないですか。あれを一本全部飲んだんですよ。やばくないですか、全部飲んだんだよ。今日は友達が来てずっとおしゃべりしてた。あ、いいですね、お友達とのおしゃべりって永遠にしゃべれますよね。なんかさ、メンバーとかと遊んだりすると帰り道とか寂しくなっちゃいません？マジでやばい、あれふるるるって感じ。うんうんうん、こんばんは独り言止まらない、いつまでも口の中に残ってそう。確かに。あ、そう、メンバーといえばですね、この間ね、やっとですよ皆さん、やっとゆずかちゃんとご飯に行きました。ってまだ話してなかったよね。ずっとさ、お互いさ、ご飯行きましょう、行こうみたいに言って、ずっと一向に進んでなくて、やっと行ったんですよ。そう、写真載っててくれてたよね、可愛かったです。そう、チーム4の時から一緒で、そう、ゆず恋、うん、吉橋さんのゆずちゃん、めっちゃ楽しかったです。こんばんは、こんばんは。なんかカフェに行ったよ。てかもう行き当たりばったりみたいな感じ。最初のお店は決めたの。てかまずさ、私ちょっと先輩らしさを出そうと思ってなんかあの先輩らしさを出したくて、まず最初に私なんかそのお店はね、ゆずちゃんが決めてくれたんだけど、いやもうその時点で先輩らしさ出てないやんって思ったらごめんなんだけど、違うの。それでそこの駅を調べて、あ、この店はこの駅が近いんだって思って、私が何々口、あ、なんとか、例えばさ、駅ってさ、なんか A の6とか A の1とかあるじゃないですか、駅、東京って。でそこが近かったからさ、うちそこ調べて、ここ近いから、ここがすぐだから、何々のとこが近いからそこでみたいな言ったの。そしたら私いざ行ったらなんか閉鎖されてて、そこ早速先輩失敗しとるやんって思って、私が言ったとこなんか閉鎖中だったの。閉鎖することある？出口。本当に恥ずかしかったんだけどめっちゃもう
幸先不安でしたね。せっかく先輩らしさを出そうとしたのに。ごめん閉鎖されてるって、ね。はい、そう、めっちゃ楽しかったです。そう。やっちまってるやん。めっちゃ楽しかった。いっぱい喋ったよ。あとプリクラも撮ったし、あとね、あとね、あとね、やっちまった。あとね、あ、ゲームセンターも行ったし、めっちゃ楽しかった。あ、ネットで調べただけだったらやっぱそうなんだ。工事とかね。先輩失敗って語呂いいですね。確かに先輩失敗、失敗先輩、先輩失敗。タガメからおは話が楽しいお話に変わりましたね。それな、いで、ボケてた。それな、めっちゃ楽しかった。またお出かけしたいな。こんばんは。なんかね、あのね、2つ行ったんだけど、なんかもう一個のところもうめっちゃなんか夜景が見えてめっちゃ綺麗だったの。そう、しかも人少なかったの、お客さん。これは穴場ではって思った。めっちゃ楽しかったよ。こんばんは、こんばんは。何分前に集合場所着いた私。え、でも心がけてるんですよ私。マジでこの前マネージャーさんに迷惑をかけたことがあって、はじめまして。そのマネージャーさんの言葉を聞いてからなんか気をつけようって思ったんだけど、なんか私集合よりすごい早く行っちゃうタイプで、お仕事とか友達とかメンバーとかの時はまあ15分前とか10分前とかなんだけど、お仕事だともっと早く行っちゃうのね。それで、でまだ集合時間になってないのにマネージャーさんがすいません遅れますみたいな言って LINE してくださって、でも集合時間になってないから遅れてないんだけど、なんかいや香里ちゃんいつも早いんで申し訳なくてみたいに言ってくれて、なんかごめんなさいって思ったの。なんか本当はその時間に来ればいいのに、私が早すぎることを知ってくださってるマネージャーさんは私に合わせてまたはさらに早く来てこようって言って、私はいいんですよ全然、行ってから待つ方が好きなんで。ただなんか遅延とかが怖いから、そう、逆に気使わせちゃったなって思って、それを聞いて、あ、もうちょっとギリギリに来た方がいいかなって思った。そう、逆にさ、逆に迷惑私逆に迷惑かも、どうしよう。こんばんは。いいんですよ、私はね全然待てるんですよ。待たすより待つ方がいい、断然好きなんです。そう遅延恐怖症。そう、この前の MC でも言ってた、怖いものは怖いものを言う MC やったんだけど、遅刻です、怖いものは遅刻ですって言ってた。こんばんは、こんばんは。そう、余裕持ちたいの。そう、怖いからさ。ようやく気がつきました。でも私は早く行くよ。でも私最近使うのが、ついてもまだついてないって嘘つく。そしたら向こうも急がないでしょ。そうそう確かに早めについて違うところで、うん、遅刻したくないから怖い。早く行かないと香里ちゃんが待ってる。そう、でもこれいい時もあって、なんか早く着くやつに設定しとったんやけど、うちが電車乗り間違えてちょうど5分前に着いたことがあって、その時はあ、でもよかったって思った。そう、早く着いたら近くの喫茶店で時間潰したりしません。なんか1時間以上あったらするけど、ちょっとだったら待っとく。だって逆にそれで遅れたら怖いし。こんばんは。待たされるの嫌な人じゃない、待つの平気。待たすのが嫌かも、どちらかというと。待つの待てるしけど、待たすのが嫌だ、もう精神的に無理精神的に申し訳ない。こんばんは。精神的に申し訳ないってなんだ。そうそう、ついてないのについてるって一回だけ言ったことある面白い、気まずくないそれ
全然いい子じゃない、ただのね心配性、ただの心配性ですでね。待ってる時間無駄、いやでもそんな、なんかいろいろできるし全然、待ってるよ。なんか人間観察とかしたりとかそう、うん、怖い、困ってたりしない、わかんない。でこの前 MC でさ、その B の MC の時になんか先輩なのに早くついてるってとかさ言う、ちょっと気まずいですみたいになっちゃったけど、まあ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 、まあそれはいいんですよ。私なんかそれであれ後輩なのに遅いじゃんとか思わないもん。ただ自分が遅刻したくないだけだから。こんばんは、それだけ、ただその理由。ランランランの歌詞みたい、確かに。でもあれはデートじゃないですか、うちデートじゃなくてさ普通の時でも嫌やもん。待たせるより、あ、ダークナイトさんお誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、素敵な一年にしてくださいね、おめでとう、おめでとう、おめでとう。同じアバター、あ、アバターさ、あれかな、ピンクのクマちゃん、これね実はねショールーム1周年記念の時限定みたいな感じだったんですよ。だから今はねないんですけど、ほんとすいません、ありがとう。え、これのことかな、これだったらそうなんだよ。こんばんは、めっちゃごめん、めっちゃごめんとか言って。ランランラン楽しいよね。走れ私全速力で渋滞したランランランはちょっと遅れてますね。走れ私全速力で走れって言ってるから。こんばんは。なんか私ね何事も早くしたいタイプなんで、なんかもう早くし、早くっていうか余裕を持ちたいというか、なんかもう焦りたくないから常に早くしてます。そう、こんばん、こんばんは。明日それですか、どうでしょうか。こんばんは。せっかちなのかな、せっかちというか、せっかちなのかも、どうなんだろう、なんか自分に対してせっかちかも。人に早くしてくださいってことはないけど、自分がせっかち、なんかもう早く公演前はもう早く着替えたいし、早く着替えたいってか早く着替えておきたいし、でもこの、これはもうね性格だからどうしようもない、もう昔からこれなんですよ私もう。だからそう、もう無理です。マイペースな人許せますよ全然、人は関係なんか自分が早くしたいタイプだから。そう、そんな香織ちゃんが好き、本当に優しい。あ、ワクチン接種お疲れ様。そう、安心したい、バタバタしたらねなんかあれ心配しよう。お母さんは、いやそんなことないかも、私だけかも、家族私だけか。聞いてください、なんか褒めてるのか褒められてないのかわかんないんですけど、私昔から親にね、あの親によく言われてるのがなんか絶対お兄ちゃん頭良くていいなとかよく言ってたんですよ、ちっちゃい時に。いいなお兄ちゃん頭良くてみたいな言ってて、二人とも私より頭がいいんですよ、いいなって、遺伝子全部持ってかれたのかなとか言ってたら、父さんと母さんが口を添えて、いやかおちゃんはね努力できるし一番真面目なんだよとか絶対頭いいよとは言ってくれないなと思って、もう家の中で一番努力家だし一番あれ真面目だからとか。ええそれっておい、それ褒められてる、それとも、それともオブラートに包まれてる。包むのはラッピングだけにしてもらって。大丈夫かな、かおりちゃん頭の形は一番いい、本当頭の形一番いい、本当に。絞り出してる。ふぬーってめっちゃ面白い。私んちで似たような話あったっけ、あったっけ、みかん、私こんばんは。お母さんそれ褒めてるのってみかん言うよね。ベレー帽が似合う、ほんと
確かに私一時期ベレー帽キャラだった時あったよ。なんか一時期研究生の時にめっちゃ衣装さんがベレー帽を選んでくださってたことがある。最近なくなっちゃった、忘れられちゃったから、もう寂しい。もうベレー帽キャラじゃなくなったあったよね一時期、絶対にベレー帽だったのに最近一切ベレー帽当たりません。こんばんは、寂しいです全然ベレー帽じゃなくて何でも嬉しいんだけど、ベレー帽当たんなくなっちゃった。こんばんは。あ、丸顔の子はベレー帽かぶり、あ、そうそう、チーム4の衣装はベレー帽でした。あの青い衣装、あれいいよね、あの衣装大好きなんだよね。チーム4だけど青だよね、あれ。いや、めっちゃあれ好き、着ぐるみ似合う。ほんと公式写真ベレー帽だった時あったっけ。あ、あったあった、いつだっけ、2回目ぐらい。私服でベレー帽持ってるよ、でも最近かぶってないけどね。こんばんは。あ、マジムリの時はね、あれベレー帽ではないんですよね、なんかちょっと違うんですよ。そう、なんかちょっと違う。あ、チューズミーもね、ちょっとあれベレー帽じゃなくてハットなんですよ。まあ帽子っちゃ帽子か。こんばんは。愛を選んでください。めっちゃチューズミー初めてやっ、めっちゃチューズミー初めてやったって意味わかんない。チューズミー初めてやった、なんかチューズミーとセットじゃないけど一緒な感じの遠距離は何度もやったことあったけど、チューズミーの方は初めてやった。みんな性格もいい子だし、なんか海のイメージ、海で裸足、きっと私圏外。マジムリ時代の癖はもう抜けてる。マジムリ時代の癖は抜けてるよ。マジムリ時代の癖なんだっけ、オラーってやつか。衣装似合ってた、嬉しい、やった。たった一つ勝てること、わかる、足クロスさせるの。みんな性格もいい子だし、きっと私剣がいいのとかだよね。ね、MV 寒そう、楽しかったな武道館、雰囲気ぴったり、本当に嬉しい。チーム P、 鉄パイプ、鉄パイプな、鉄パイプ最近使ってないな、使ってたら問題か、捕まる。楽しかったですねこんばんは。でもね、最近あのね、前にね、岩かけるって池袋じゃないですか。で、池袋を撮ったのこの前、そしたらめっちゃ懐かしかった、うわここだって思った。そう、ここはもしやあの岩かけるへの道ではって思った。そう最近使ったんだよねって言ったら、俺あれ持って帰ってないんですよね、鉄パイプ。あのなんだっけ、小道具さんが作ってくれてたやつ。そう、サンシャイン劇場、ずっと迷子になってた。てか初めてサンシャインに行ったのさ、さやさん、さやちゃんと行ったんですよ昔。その時になんか池袋で迷いすぎて変な催し物の会場に入っちゃったんですよ、間違えてやばい、参加してしまうって思って出た、急いで。なんか建物に入りたいのになんか催し物会場に入っちゃった、これどこだってなって。そう二人とも方向音痴だから全然もうわけわかんなくなっちゃって。あのね、池袋の水族館に行ってペンギンとか見たよ、めっちゃ前だけど。東急ハンズ、あーそうそうそう、東急ハンズ潜っていくところわかる。東急ハンズ潰れなかったっけ、あれ潰れてないっけ。なんか池袋ってさ、すごい街中だよね、めっちゃ。こんばんは。なんか池袋と新宿って兄弟みたいじゃない、出口めっちゃあるし、マジでマリオ並みに出口ある。タラッタッタラッタッタンタッ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 、サンシャインの中でも迷子になったことある。なんか気づいたらさ、アルタなんてありましたっけ、アルタ、なんか気づいたら違う店に入ってたことある。なんかイオンにいたけどジャスコに行っちゃったみたいな感じの、わかる。かおりちゃんとお出かけするとハプニングたくさんで楽しそう。ハプニングも起こすかもしれない。ハプニングにも付き合ってくれますか？ハプニング。
のイオンにいたけどジャスコあるでしょ。ない。え、アルタは新宿、あれ池袋のサンシャインはなんだっけ、なんかサンシャインじゃない店入ってない、サンシャインの中に。なんかよくわかんないです。え、池袋にいる8割の人は埼玉県民。え、そうなんだ。じゃあはーちゃんもよく行くのかな、池袋。かなちゃんとか行くのかな。イオンとジャスコ一緒。え、そうなん、一緒だったん。え、うち別の店に迷い込んだんやと思ってたわ。そもそも一緒なのか。ほうほうほう。え、そうなんだ。埼玉に近いのか、池袋。あ、埼京線に乗るってこと？あ、はい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 。池袋は AKB の茨城県民がよく言ってる。めっちゃ特定されそうだね。茨城出身の方って、二人かな。まほちゃんとりんさんだよね。ジュリさんもだけど、ジュリさんは今卒業してるから。こんばんは。こんばんは。みんなはどこで買い物とかするんですか？そうか、東京じゃない方も、東京だ、あ、じゃあそうか、あ、じゃあそうかとか言って、いや、わかんない、し、東京じゃないとこはわかんないかもしれないけど気になる。いとご？え、一緒じゃん。横浜？あ、横浜ね。え、私一回一人で横浜行ったことあるけど分かんなくてすぐ帰った。なんかどこ行ったらいいか分かんなくなっちゃって帰っちゃったんだよね、すぐ。なんか横浜に行って東京にもある店で一個だけ服買って帰った。めちゃくちゃこれ東京にもあるとか思いながら、そうことがある。いつか、いつだっけな、一昨年か去年くらい、そう一人で行って、なんかもうなんか何したらいいか分かんなくなっちゃって、私そうすぐ帰っちゃうの、私分かんなくて、私人と行かないと分かんないって。なんかあのディズニーランドのチケットってか、あの年パスをさもらったじゃないですか、あのステファイで。それも使おうと思って一人で行こうと思って行ったんやけど、入り口付近でよく分かんなくなってすぐ帰った。やっぱ人と行かないと楽しくないわ。そう、横浜も出口難しい。あ、そうなんや。モアーズって何？なんかスヌーピー、スヌーピーが、大きいスヌーピーいるところでちょっと諦めかけてた。あ、岡山のイオンはね好き。あ、岡山駅前のイオンで買い物してるの？いいよね、私もよく行ってたよ。そう、握手会では行ってるけど、握手会ってその横浜散策したりはしないんですよ。そうだから全然行ったことなくて。みなとみらい、みなとみらいって人の名前みたいになっちゃった。みなとみらいか。こんばんは。みなとみらい、いやそういう名前の人ワンチャンいるんじゃない。だってみなとさんっているし、みないみらいって名前もいるし、みなとみらいですとかいそうじゃない。みなとさんがちょっとみらいってつけたらみなとみらいになる。こんばんは。それか子供2人できて港と未来にしたら港未来ね。てか港未来ってなんていい名前なの、かっこよすぎるでしょ。あ、かおりちゃん出身はどちらですか。ああ、港未来ですって言いたいんですけど。あ、それか劇場の自己紹介で。それではかおりんからどうぞ。はい、みなとみらいから来ました、稲垣香織です。手が言ったらかっこいいですよね。あ、みなとみらいって言わないの、横浜っていうのか、そもそも。タワマン、タワマン、え、タワマンってさ、そんな別に憧れないけど、あ、別にあれだよ、あのやきもち焼いてるとかじゃなくて、ただ単にあのそんなにいいの、住んでみたら良くなるのかな。家にこだわりないんだよね。なんかタワマンがいいなとか、そんななんかどこでも、あ、でもだって大変そうじゃないですか、いっぱいエレベーターとか。そんなことないのかな。でもか、でもさ、上の方だと景色とか見えて絶対綺麗だよね。
それはちょっと羨ましいな。あとちょっと高いのかな。タワマンの上は虫いない。確かにタワマン壁が薄いの。え、そうなの。嘘。将来住むとしたら、でもうちは家とかさ建てれないんですけど、建ててみたいです。なん、あの親に家をあげたくて。絶対無理なんですけどね母さんと父さんに新築あげたいなって思って。なんでかっていうと、うちは今ボロ屋なんですよ。ボロ屋っていうか、いい意味で日本家屋すぎるんですよ。でもうちょっとボロボロなんで。そう、本当に築100年レベルなんですよ。マジでこれはマジで心配になってくるんですよ。なんかもう大丈夫かなって。そう、でもそんなことできないんですけど、そういうぐらいのお金があれば建ててあげたい気持ちはあるんですよ。気持ちはね。そういや、わらぶき屋根ではないんですけど、なんかマジでなんか一応ちょっと直してたりして、瓦とかなんですけど。そう、14階建ての14階以外。え、なんで14階。めっちゃさ、なんだっけ、めっちゃあれじゃない、なんて言うんだっけ、そういうの。なんで14なんだろう。あ、それピンポイントって言いたかった。それピンポイントだね。この前さ、これ話したっけ、 TikTok でさ、エレベーターでさ、なんか異世界に行く方法みたいやってて、ちょっと怖かった。昔の家は柱がしっかりしてるイメージ。いや、そうなのかな、なんか心配、急に崩れたりしないかなって思って。真面目に働いてれば誰でも家建てれるよ。本当に？そうなん？あ、ローン組めばいいってこと？ヒロシじゃん。15階以上になるとガスが使えない。え、そうなんだ。じゃあ15階以上の家は火が、あの IH ってこと？え、知らなかった。初めて知った。え、皆さんは IH かガスどっち派ですか？とか、どんな話これどんな話って感じなんですけど。でも私思うんですよ、ばあちゃん家に行った時に、やっぱガスで食べるお好み焼きは美味しいなって思ったんです。 IH もいいんですけど。あ、ガス派なんだ、意外。なんで？やっぱ料理が美味しい？それとも困んないから、電気使えなくなった時に。ガスしか信じませんそうなんや。なんかうちね、実家ね、父さんが IH にしたんですよ。昔はガスだったんですけど IH にして、でそっからあと11時まで10分です。やばいやばい、やばくはないけど、ちょっとやばくないです。もう明日の練習したし。いやけど OK、 あと5分くらいで。じゃあそれで何の話だっけ。あ、それでなんかばあちゃん家はガスなんですよ。でばあちゃんのあのボロボロのフライパンで焼く、ボロボロのフライパンで焼くお好み焼きは本当に美味しいです。もうなんか使い込んでめっちゃボロボロなんですよ、正直。それがいいんですよ、逆に。マジで美味しいの。マジでおばあちゃんのお好み焼きみんなに食べてほしい。あとおばあちゃんのパンケーキもめっちゃ美味しいの。なんかもういつのフライパンみたいな、すごい深い、なんかもうすごい鍋ですみたいな、すっごいフライパンなんですよ。そう、あれがいいんですよ。それわかる？わかるだよね、いいよね。そう、古いパンめっちゃいい。なんでおばあちゃん家のご飯って全部美味しいんだろう。マジで大好き。マジだって学校帰りにわざわざおばあちゃん家寄ってさ、卵かけご飯とか食べて帰ってたもん古いパンうまいこと言わないで。ありがとうございます、山田くん山田くんに座布団もらおう。 ありがとうございますうち座布団4つあるんだけど、部屋に。これが2個と、あとこれが1個。違うんよ、なんかこういうの買うときにさ、これはでもこれ上京したときからあるやつかな。なんかお母さんが1個買おうとしたら2個買っとかれって言うんですよ。お母さんってなんか知らんけど2個買われって言いません？うちの親だけ？マジでなんかその家具とか買うときに、家具っていうかカーペットじゃない、こういうさ、なんか
敷くやつあるじゃないですか。それ買うときに2個買っとかれって言うんですよ。なんで1人なんだから1人でいいじゃんって言うんですけど、いや2個ある方がいいがとか言って、そう2個、まあでも確かにメンバーが来たときにね便利って言葉に気づきました。親あるある、お客様よ、お客様だってメンバーしか来ないですよ。だってお客、なんかお客様って人は来ないじゃないですか。ジョージ座布団にしたことあるよ。グスはだ、グスがいいのか。まあでも見た目的にもさ、2個つい置いてる方が可愛いけどね。お兄ちゃん来たことある昔。でもお兄ちゃん1人来たことあって1人来たことない。長男坊が長男坊って言い方する、お兄ちゃんのこと間違えた、長男が来ます、長男坊とか言っちゃった。長男は来たことあるですけど、次男は来たことないです。ちなみに次男は東京に来たことがないです、一回も。そう、一回も来たことない。新幹線にも乗ったことなかったんで最近まで。そう、すごいですよね逆に。次男坊長男坊とか言っちゃった。そう、東京に行ったことない。でも私も AKB になってなかったら多分東京に行ってなかったと思う。一生、一生ってことはないけど。そう、こんばんは、かおちゃん、なーに、なーに、うん、ライブ見たことない。長男も次男もライブ見たことあったわ、間違えた。奥山の協定のライブに来てくれたことがある。奇跡的に来てくれました。それでさ、まあ言わないけど、言わないけどってか、その時のメンバー誰々さんが可愛かったとか、誰、俺は誰々さんが可愛かったとか言ってあ、やっぱ可愛いよねとか言っちゃった。そう、すごい意外だった。なんかそういう、そういうこと言うんだって思って、なんかそれ、なんかアイドルとか全然知らないからさ、なんか可愛いとか思うんだって思って。そう、かおりちゃんじゃないですよ、私なんて1ミリも1ミリもまずそんなわけないけど。そう、1ミリもそう。っていう、面白い、初めてそういうの聞いたんですが面白かったです。こんばん、こんばんは、こんばんは。泣いちゃダメよ、泣いてる、泣いてないよ。ここにいるみなこちゃん、ありがとう。お兄ちゃんの恋バナ聞いたことないです、マジで。これだけは言わせてほしいんですけど、一回も聞いたことなくて。そうなんです、そういう話してもらったことないです。私絶対照れてないよ。一ミリもそう、本当に聞いたことない。逆に一番可愛かったよって言われたらどう？え？え？嘘つけって思っちゃうかも。こんばんは。あ、50分ありがとう。そろそろじゃあランキングしようかな。盛り上がってるけど盛り上がってない、私だけは盛り上がってる。こんばんは。お兄ちゃんの奥さん誰推し？え、わかんない、聞いたことない。誰推しなんだろう、誰推しなんだろう、わかんない。こんばんは。あん、みんなの推しとか聞いたこといるの、なんかあんま知らないんじゃないかな。知らない疑惑。今ピークに盛り上がってた、ピークだった今。じゃあもうちょっとだけしちゃおうかな、あとちょっと。じゃあ11時にしよう。ポリポリね、待って、ピークになった瞬間にコメント止まったんだけど。みんなお願い、コメントカモンカモン。ちょうど止まりよった。ごめん、うちが無言になったけ。じゃあ11時ぴったりになったら、あと4分間付き合ってください。ピークとは何だったのか。
盛り下がった今やばい、一瞬盛り下がりました、ごめんなさい。いや疲れますよね、ずっとコメントとかありがとう、本当に感謝です。コメントがないと成り立たないから本当に感謝してます、いつもありがとう。ピーク超えちゃったやないかい。超えてしまったけど、もうちょっと待ってください。ピーク、お疲れ様、お疲れ様です。コメントセンスなくてごめん。え、センスない人いないですよ、みんなセンスがある。だからセンスなんていらないです、もう何でもいいです、嬉しいです。ノーコメント。AKB 加入時の家族の話、それ覚えてないんだよね、なんか全然覚えてなくて、意外と6年前だからさ覚えてなくて。ご飯食べた、食べました、今日はネギの鍋を買いました、買って帰っちゃった今日。え、今日さ朝ごはん以外全部買ったやつ食べちゃった。そう、あのね、あのね、あのでもチョコプリンが売ってたの、チョコプリンケーキ、チョコプリン買いそうになったんだけど我慢した。だってだってさ、その時点で6時過ぎてたの、うわ6時過ぎてるわって思いながら、でも食べないとお腹空いちゃうからもう我慢できなくて買っちゃった。16期ってね、2016年、そうん16年デビューです、デビューは2016年の12月8日です。あ、おはようのチョコプリン、絶対それかも、セブンに売ってるやつだよね。明日は寒くなるみたい、お鍋がいいかも。明日寒いんだ、長袖で行った方がいいかな明日。そんな長袖で行った方がいいかなとか言って、もうずっと最近長袖だったわ。チョコプリン最高だよね、美味しいよね、チョコプリンめっちゃ大好きだよ。コンビニで温めてもらうわ、なんかレッスン場に行くときに、行き品に買うときは温めてもらうけど、帰りに家で食べるときは自分家でやってますね。そう、なんかレッスン場の電子レンジは混んでるかもしれないから、だからあのそういう時はあれだけど、プリン食べたい。なんかあとさ、ローソンに寄ったんやけどさ今日、そしたらさ、カヌレがありましたよ、めっちゃ寒い。鍋作って翌朝味噌汁にすると美味しい。あーいいね、次の日に食べるのってめっちゃ美味しい、わかる。あとお雑炊にしたりとかするのも好き。自分がファンになったのはその時だから、ショールームオーディション見てた。嬉しい、懐かしい。なんかこの前画像整理してたらさ、その当時のショールームのスクショが出てきて、なんか名前とか懐かしくて、どこ行っちゃったのかな、どこ行っちゃったのかなとか言って、やばいやばい、すいません。じゃあな、普通に気になる、普通に今元気かなって。あのもちろん今いてくださってる方はマジでありがとうだし、最近好きになってくださった方も本当にありがとう。なんか何してるのかなって普通に気になる。初回再現してあげよっか。悲しい話で23時やだ、ホットプレートでなんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃじゃない、もんじゃした、いいね。じゃあ初めてのショールームいくよ。あ、これできてますかね。あ、16期生のあの候補生です。27番です。ありがとうございます。はいはい、あはい、本当ですか。あ、ありが、服かわいい、ありがとうございます。何歳、あ18歳です。はい18歳です。はい、ありがとうございます。はい、あ好きな食べ物はマグロです、ありがとうございます。名前はあのまだ言えないんですよ。なので27番とかなんかいいあだ名ありますかね、それで呼んでください。はい、お願いします、ありがとうございます。あ、借金ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アピールポイント言うと風邪をひかないとこです。はい、ありがとうございます。あ、もっと早口、すいません、ありがとうございます。はい、ニーナ、あ、ニーナって呼んでください。はい、お願いします。ニーナちゃん、はい、それにしたいと思う。あ、はい、それでお願いします。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。かわいい、押します。え、
ありがそういうことを言ってもらえるのがすごい初めてなので嬉しいです。ありがとうございます。はい。あ、初見、あ、岡山、はい、ありがとう。岡山です。はい。マグロ、はい、好きです。はい、靴下見せて、あ、はい、靴下これです。はい。あ、特技は、指パッチンです。はい、岡山で。受かります。ありがとうございます。オーディション頑張ります。はい、頑張り。あ、名前覚えますね。書きますね。はい。あ、覚えてますよ。ありがとうございます。オーディション、はい、初めて受けました。ありがとうございます。こんばんは。初見ですが、ありがとうございます。推薦コメント、ありがとう。推薦コメント、すごい、スクショ、これいつまでやろうこれ終わり、いつですかはい、スクショしてます。ありがとうございます。すごく嬉しいです。あ、おいくつ、18歳です。ここだけ言ったら嘘だ、もう。もう18歳でも何でもないけど。ありがとうございます。はい。じゃあ、オーディション頑張ってきます。ありがとうございます。今まで本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、失礼します。ありがとうございます。最終日泣いたんですよ、私。ありがとうございます。伝えられないんで、手紙に書いてきました。本当にこれだったんですよ。なんか最後の配信の時に合格できたらまたみんなと会えるけど、もう落ちたらもう会えないって感じの最後の配信があったんですけど、その時になんか伝えたいことが待って、推薦コメント来たんだけど、懐かしい、ありがとう。昨日か一昨日にも来たの、嬉しかった。泣いちゃうから何も言えないなって思って手紙に書いたの。手紙っていうかスケッチブックで、それを読ましながら私は裏で泣いてましたっていうのが覚えてますすいませんそうなんです。うん、推薦コメント通知来るよ。それでね、なんかそれで最終的に三次審査に通過して、で通過した時にまたショールームをしたんだけど、その時になんか通過しましたみたいな、まだ受かってなくて、その時はまだ仮合格だったんですよ。最初知らなくて、なんか仮合格ってことを知らなくて、仮合格ってなんだろうって思って、そっから落ちちゃうこともあるんだって知ってびっくりして、でみんなはその配信、お礼配信をした時にみんながもうなんかこの子は受かったって多分勘違いってかそう思うじゃないですか。仮ってことをまだ知らなかった、だから必死に仮ってことをめっちゃ説明したの覚えてる。みんなおめでとうとか言うけど、あ、仮なんですよとかずっとカリ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 言ってた気がする。そう、仮面みたいな。そう、通過したメンバーで一斉に配信した時にずっとなんかみんながおめでとうみたいな来るから、ダメ、まだ違うのみたいな、これでみんなが安心っていうか、みんなに何て言うの、喜び損させちゃうって思って、喜び損させたくないって、まだなんですってことで、あ、まだ仮ですって言ってた。うん、あ、そう、仮研究生なんか見たことある恥ずかしい。そうかなちゃんが隣だった、こんばんは。そう、あくまで仮なんですってことずっと言ってたの。みんながさ、喜んでくれて嬉しかったんだけど、このあと消えるかもしれないから仮ってずっと言ってました仮合格配信、北海道の善悪行った帰りに見てた。あん時先輩方は善悪だったんだ。あ、そうなんだ、へえ。なんかさ、不思議、その時からもうさ、今一緒に活動してる先輩方はもういたんだって思っいたけど、当たり前なんですけど、なんかその時はまだ喋ったことなかったからさ、こんばんは、はじめまして。あ、覚えてますあれ、そうだよね、なんか見たことあると思う。その頃から知ってたかった。いやいや、そんな、もうありがとう、いつでも知ってくれて嬉しいです。もういつでも嬉しいので、その時でも嬉しいし、今知ってくれてる自体嬉しいから。こんばんは。やばい、延長しとるやないかい延長しとるやないかい。こんばんは。11時にランキングしますとか言って6分経っとるやないかい。じゃあぼちぼち
ぼち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 やっていこうかと思います。お腹すいちゃった。お腹すいたけどこのまま寝たら明日の朝は希望が待ってるよね。料金、延長料金もっと延長希望ぬ希望ってこと。なんかクエクエ、料金払う、じゃあ払うの私だよ。私が延長してるんだもん私がみんなに払わないと。キャー、当時の自分へ一言お願いします。え、当時の自分に。振り付けは絵に描いて覚えるな。靴下は見せるな。コメントに時差があることに気づけ。矯正をさすぐ始めろ。キャッチフレーズちゃんと作れ。ぐらいですかね。ぐらいですかね。私時差を知らなくて全部読んでたんですよ、コメント。だからどんどん遅れてたんですけど、それの意味が分からなかったの。時差っていう意味が分かってなくて、何を言ってるんだって思ってて、全部一個ずつ下から全部読んでってたから。そうそう、え、靴下は私は知らずに、あの純粋な気持ちで靴下を見せたら、なんかあのスカートだったんですよ。だからダメだったみたいで、それなんか知らなくて、靴下見せてっていうのはちょっとなんかあのパンチラ的なことを狙ってるらしくて、私は知らなかったの、そんなこと。ただ単に可愛い靴下を見せてたんですよ。それで初めてそれに会って、後で知って、そう後で知って泣きました泣き虫こんばんは。そうってそう、初めてだったんで、そういうのが。泣いて、そしたらお母さんに、そんなんだったらこれから先やっていけないよって言われました。めっちゃ覚えてる。配信では泣いてないですけどね、その後に。そうなんかね、それをね、多分その時になんか当時はただなんか見えちゃったとかじゃなくてなんかあのその時はなんかわざとだろみたいに言われちゃったんですよ。わざとっていうか、なんかやらしいみたいな、わざと、なんかあざといみたいな。それがすごい悲しくて、そんなつもりじゃなかったから、それでめっちゃ泣きました、初めてすごい言われちゃって。そう、純粋だったのかもしれません。いや、今も純粋って言ってください、お願いします岡山出身なの最近知りました、嬉しい。じゃあ、あと1分したら、待ってた、ありがとう、ありがとう、はなちゃんさん、きょんしー、ありがとう、はなちゃん、嬉しい、ありがとう、きょんしー、タワー、ありがとう。え、ごめん、私がこんな話したからごめんね、ありがとうございます初期配信面白い今泣くと、もうね、もう強くなりました、私は。もうちょっとやそっとのことでは泣きまへん。よいしょ、はなちゃんさん、キョンシーありがとう、キョンシー寒いね。キョンシークマちゃんありがとう言うて生誕祭泣くんやろ、それは否めない悪いけど否めないえ、初めて長く聞いたけど、かおりちゃん配信嬉しい、ありがとうございます、やった、ありがとう、かおりよりできた、かおりちゃんの配信に癒され、ありがとう、私も大人になった、大人になりましたよ。はなちゃん、きょんしーのタワーありがとうございます、うれくま、ありがとうございます、ありがとうございます。
あ、そう、ヒゲダンさん、ずっとヒゲ男って言ってた知らない時それでなんかみんながヒゲダンって言っててなんだろうそれって思った。そう、ヒゲダンだった、ヒゲダンさんだったんですよ、読めなくて最初。そう違うの、知ってたの、歌は知ってて、その歌詞さんの読み方を知らなくて、それを知らなかったからなんかずっとそう思ってて、そしたら間違ってたダンディー、そうなん、いい歌だよね、めっちゃなんかすごいいい歌だ。それではそろそろランキングをしていこうと思います。うちの推しメンも岡山出身なのでよろしくです。よろしくお願いします。嬉しい、一緒だではでは、すいません、約15分あの延長しましたことをお詫び申し上げあげましょう、あげましょうってなんかあげまっする、よろしくお願いします。全然関係ないけど小指ぶつけた、大丈夫大丈夫、小指痛いよね、小指ぶつけたらめっちゃ痛い。延長歓迎ありがとう、あつ森ありがとうすいません、あつ森と出てしまいました。知ってるそれ、 TikTok で見た、放送事故スペシャルみたいなので見た。すみません、あつ森と出てしまいました。あつ森遅れてきたから許します、ありがとうございます、嬉しい。明日は皆さんついにフェスです、イエーイ、ハロウィンフェス、嬉しいです、嬉しいフェス、楽しみです、楽しみ。みんな同期っていうのもすごく、あ、もちろんあの全員ではないんですけど、同期がいっぱいなのもすごい嬉しいです。ありがとうございます、びっくりして声変わりしてしまいました。マッシュルームチさん、タワーありがとうございますか、戻んなくなっちゃ、あ、戻った戻った、ありがとう、嬉しい、とっさに声変わりしちゃうんだよね私、ありがとうございます。これはなんだ、ドラキュマだ、ドラキュマ、マッシュさん、ドラキュマありがとう。え、なんで今日2つもいただいちゃった、なんでなんで、明日衣装も楽しみ、ドラキュマ、あ、ヴァンパイア、ヴァンパイアとドラキュラって、ドラキュラ、ドラキュア、プリキュアか、それ、あれ、プリキュだ、ドラキュア、ヴァンパイ、ドラキュマにしようじゃん、プリキュア、ドラキュア、ドラキュアクマちゃん、ドラキュア、え、待って、ドラキュアって書いちゃった、なんだこれ、ドラキュマ、ドラキュアク、ドラキュ、ドラキュラか、ドラキュア、ドラキュラだよね、ドラキュアってなんだ、なんかおかしくなったぞ、ドラキュア、混乱しております、ただいま混乱中、 You say 何言っとん I say 分かりません。マッシュルームチさん、ドラキュマタワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうございますドラクマ、ドラさん、ドラさん、ドラさん、では今度こそラン、明日行ける感じになったからチケット買え、嬉しい、ありがとう、明日来てくれてる方いるのかな、嬉しい、今お一人見つけて、お一人もっといるか、嬉しい、楽しい、あー、いる、ありがとうございます、いやー、いる、嬉しい、風邪ひかないでくださいね、明日寒いと思うんで暖かくしてお越しくださいね、へっ、あ、行きますって方結構いらっしゃる、ありがとうございます、平日なのに、今日いつにましてマシンガントーク冴えてる、なんでだろう、行きます、あー、行き、ありがとう、仕事頑張ってくださいよ、応援してます。では16分になったのでやばいやばい、ほぼほぼ1時間半やないかーい、ランキングを今度こそしていきたいと思います。では行きます、大丈夫バーマル、バカ、あ、バカは風邪ひかないってことか、
確かに。だから私風邪ひかないのかも。でもバカじゃないでしょ、みんなは。みんなはバカじゃないよ。バカじゃない。なんかかっこよかった今の言い方。では今度こそランキングをしたいと思います。いきます。ランキング詐欺師じゃん私こんなの。訴えられる？クーリングオフ？クーリングオフとはまた違う。じゃあ今度こそいきます。第13位はメロディーさんです。ありがとうございます。あ、こんばんは、ありがとうございます。12位はオクタゴンさんです。ありがとうございます。11位はピーちゃんさんです。ありがとうございます。10位は遊びに来たありがとう。10位はトラサポさんです。ありがとうございます。9位はアディダッチョンさんです。ありがとうございます。8位はアッキーセブンさんです。ありがとうございます。7位はノブさんです。ありがとうございます。5位はミケネコアットマーキュータンポさんです。ありがとうございます。4位は間違えた。5位は J さんです。ありがとうございます。4位はゆうま香りの誕生日まであと6日さんです。ありがとうございます。3位はコマネコマニアの G さんです。ありがとうございます。2位はマッシュルームチさんです。ありがとうございます。そして第1位ははなちゃんさんです。ありがとうございます。そして今日ははなちゃんさんがキョンシークマタワー、ありがとうございます。そして次はマッシュルームチさんがドラキュアクマタワーを、ありがとうございます。とっても嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ次はギフトをくださった方の名前を呼びたいと思いますね。今日も消えてたらどうしよう。昨日なんか消えとったんですよね。でも今日は時間あるから最悪消えてたらみんなに教えてもらおう。昨日はギリギリだったから間に合わなくてすいません。ではいきます。待って、今日もなんか消えてる？もしかしてなんか消えてる気がする。絶対消えてる気がするよ。なんかいつもと名前の感じが違う気がする。順番のか、順番覚えてるわけじゃないけど、なんか毎日読んでたら順番をなんとなくわかるじゃないですか。それがなんかまず違う気がするけど、とりあえず行こう。読みます。ピーちゃんさん、マイケル・ジョーダンさん、ヒロ16さん、ユーマさん、ライダーさん、リョウさん、ノブさん、マッシュルームッチさん、コマネコマニアの G さん、ダイチさん、パーフォリンさん、はなちゃんさん、 J さん、柳竹シアットマカオリちゃんほんとかわいいなさん、新規親父さん、タツさん、ノブさん、オクタゴンさん、フミオさん、小田さん、ミットちゃんさん、タルタルさん、ウッホウホホさん、アッキーセブンさん、フミオさん、クリンピーさん、ノンタさん、アリラちゃんさん、キナちゃんさん、ウズイ天元さん、読み方もと違ったらごめんなさい。骨髄の髄ですかこれ。うずい天元さん、ひーちゃんアットマークつむじさん、ととさん、ふみおさん、マッシュルームッチさん、マイスキーさん、かずなりさん、ダークナイトさん、ポンタ428さん、たかひでさん、ムハンマドハビービーマンナンさん、はなちゃんさん、アディダッチャンさん、やなたけしアットマークわりちゃんほんとかわいいなさん、新規おやじさん、くのどイコールルシルフルさん、ミットちゃんさん、バルスアットマークピョンズさん、青いカッコチーム美容師さん、ふみわさん、クリンピーさん、きなこもちさん、トンボさん、ミケネコアットマーキータンポさん、中川くんさん、増田さんさん、ふみわさん、ピーちゃんさん、渋谷じゅんさん、社交ダンサーさん、ペンギンヒップアットマークあやみんさん、マイスキーさん、うっちさん、セアリーマルさん、くのけんさん、メロディーさん、コマネコマニアのじいさん、ことはんさん、なめこさん、りかさん、ゆっちっちーさん、ザキヤマさん、ふみおさん、こじやすさん、ぴーちゃんさん、水族館さん、こまねこマニアのじいさん、とんぼさん、としのりさん、ターボーさん、元祖ゆうてぃアットマーク花のシャワー生まれさん、キムリーさん、YM パセリーズさん、はなちゃんさん、トラサポさん、パンチョさん、マーボーさん、マッシュルームチさん、ひろしさん、イル6番さん、ともさん、トラップさん、ときおさん、メガネさん、たかさん、つばさわなんちゃらさん、のんたさん、よっくんかっこたかのちさん、ゆっちっちーさん、はやとさん、なおさん、ひろゆきさん、あつしアットマークずんかおしさん、たーさんさん、メロディーさん、
はしもちゃんアットマークメイプルメイト雪フレー、あ、うん、切れちゃってる、はしもちゃんさんごめんね、切れてる、さん、日高浩二さん、まこさん、あずまんさん、あののさん、うらかんさん、とろさん、新規おやじさん、ダライヤさんです。キヒト、ありがとうございます。どう、消えてなさそう、大丈夫かな、もし消えてたら言ってください、お願いします。リスト、ありがとうございます。初見ありがとう、嬉しい。くるくる、あ、くるくるとか言って裏めっちゃ汚いから見せられないんだったほら。リストありがとうございます、嬉しいです。いや、消えてた、ごめん、日高浩二さんごめんなさい。でもだいぶ読めた気がする、他にはいるかな、大丈夫そう、呼ばれた。見せてるやん、裏はこんな汚いけど表はこんなに可愛いんだよ。こんばんは、初見です。え、絶対初見じゃないですよ、覚えてるよ。え、ただの打ち間違いだったらごめんね。 ありがとう、あ、ごめんね、あ、見えた名前全部、メイプルメイト雪フレンズエリポンゆうかさん。なんでだろう、こっちで見たら名前見れるのにさ、こっちのさ、いや、ギットのとこで見たらさ、見え、なんか全部見えなくなってる名前、なんでだ。コメントの名前は見えるんだけどね、ギフトの名前が全部見えないんだよね。明日の占いだ、明日のラッキー占いは、うん、どう、どうしようかな、ハロウィン16、あ、ラッキー掛け算は 8×2 です。どんな占いやねん、こんばんは。 8×2 っていう計算するとラッキーになるのかな、多分。なるので、あ、 4×4 でもいいな、まあ 8×2 を計算してみてください。はい。どんな占い今しました。あ、早い、匂わせ、匂わせじゃない、もう匂ってますよね、だってもうこれは匂ってますよ、皆さん、もうメンバー発表されてるから。そう、かおりちゃんストレートヘアかわいい、ありがとう。そう、16。です。それだ、皆さん、今日なんかすごい延長して、なんかほぼ1時間半やっとるやないかいみたいな感じなんですけど、ありがとうございました。今日も楽しかったです。明日もショールーム見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。では皆さん、今日も本当に一日お疲れ様、あ、フォローありがとう、嬉しい、一日お疲れ様でした。明日はなんか水曜日ですかにね。曜日不安定すぎ、水曜日なんですけども、水曜日は皆さんが楽しく過ごせるように応援してます。今日もうちの応援をしてくださったり、あのメール読んでくださったり、ショールーム見てコメントくださったり、ギフトくださったり、本当にありがとうございました。また今日ゆっくり眠れる方はゆっくり寝て、やることがある方とか夜勤とかある方は頑張ってください。応援してます。かたじけない。全然ごめんね。よろしくお願い、よろしくお願い、インナーエクステ。それでは皆さん、おやすみなさい。いい夢見てね。え、今日はヤクルト800だっけ、あ、1000か、ヤクルト800でちょっと足りないわ。ヤクルト1000を飲んだので、あの、多分めっちゃいい夢見るかもしれません。それでは皆さん、おやすみなさい、バイバイ。800もある、ない、そんなの。モンゴル800か、そうだ、モンゴル800だ。それではバイバイ、ありがとうございました。では失礼します、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。よ、じゃあ、さようなら。